ポケモンランキングっていうのを新たに始めていこうかなと思っております。大木戸博士がウィンディとチルタロスのポケモンフュージョンパート6っていうのは不人気同士を合体させたら人気が出る説っていう御三家、リザードン、カメックス、シギバナが合体してるやつですね。 EV の毒の進化系、これはソルロックかな、リザードンとグラードンかな。それでは次は堂々の第3位、第3位はこちら、ポケモンフュージョンパート2のスイ君とゼクロム、これのフュージョンでした。やっぱりベスト3入るぐらい、なんでしょうね、なんか絵のクオリティがすっげー高いんですよね。さらに伝説と伝説のフュージョンってことで、まあこれはすごく人気が出やすい、実際かっこいいと。ポケモンフュージョンパート2、かなり初期の頃の動画ですね。多分ね、僕のテンションがものすごい低い、ものすごい低いと思うんですけど、ただ内容自体は結構凝って考えてやってたので、これすっげー面白い動画になってると思うので、一度見た方もそうでない方ももう一度見ていただければなと思います。それではサムネランキング第2位の発表です。第2位はこちら、ポケモンフュージョンパート3のアルセウスとナットレイ、このフュージョンでしたね。アルセウスは伝説ですけど、伝説幻ちょっとよくわかんないけど、まあかなりレアなやつですけど、ナットレイは通常ポケモン、まあそれでもこんだけの人気が出たっていうのはやっぱりね、動画の質なんかなと。視聴回数でこのランキングつけてるから、結構内容ね、パート3やったら凝ってたと思うんで、動画の面白さでこいつの人気が出たんじゃないかなと思うんですけどね。それではいよいよ栄えある1位の発表といきます。第1位はこいつだ、ミュウツーとレシラム、これのフュージョンで、なんと動画がポケモンフュージョンパート1、まあ、実際の動画のタイトルはポケモンフュージョンかっこよすぎるポケモンベスト3という名前なんですけど、まあ、全てはこの動画から始まった。そして今もこの動画が人気が一番高い最強ですね。これはまずミュウツーのカラーリングがかっこいいのと、あとレシラムの姿がかっこいい、どっちも白がベースやからマッチングしとんかな。まあなんせ理由はよくわからんにしても、すげえかっこいい画像でした。パート1もすごい僕の動画の中では面白いな、よくできたなと思う出来だったので、こちらもぜひもう一度見ていただければなと思います。ということで、この動画少しでも面白いと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、そしてこんなランキングをしてほしいって思うような意見があればコメントもお願いします。このポケモンランキング人気が出るようであればシリーズ化していきたいなと思ってるので、ぜひぜひグッドボタンとコメントと残していただければなと思います。それではヤグタウンでした。またね。このサムネわかる人おるかな、これポケモンリアルっていう動画を上げとったんやけど、個人的にはすっげー楽しく撮れた動画かなと思ったんやけど、あんまり人気が出んかったよな。まあ、ポケモンリアルパート1からパート3まであるから、興味があったらちょっとそっちも見てもらいたいなと思います。ちなみに僕の動画で一番人気がないサムネ、それはこれやな、 UFO キャッチャーで撮ったゲームのクオリティが高すぎた後編、これがな、全然伸びん。まあ、そもそもこの動画はポケモンの動画じゃない、ポケモンのサムネランキングじゃないっていうツッコミは、そういうツッコミはいりません。